こんにちは、ギタリストのひろしでーす。今日はこちら、エフェクツベーカリークロワッサンディストーションですね。こちら3500円ぐらいで非常にリーズナブルなディストーションで、初心者の方にもね、非常におすすめのディストーションです。ボリューム、トーン、ゲインの3つのつまみだけなので、非常にね、シンプルな操作方法ですし、どんな音がするのか、今日はクリーンのアンプにつないで音を出していこうと思います。最後までよろしくお願いします。はい、それではエフェクツベーカリークロワッサンディストーション音を出していこうと思います、ギターは不次元のストラトタイプを使っていこうと思います。クリーンはこういう音です。はい、かけていきます。はい、では、ゲインからいじっていきます。ゲインゼロでもちょっと歪む感じですね。はい、それではゲインを9時ぐらいにしていきます。ゲイン真ん中にしてみます。ゲインを3時ぐらいにしてみます。ゲインをマックスにしてみます。ゲインを3時ぐらいにしておいて、トーンを維持していきます。トーン真ん中はこういう音です。トーンを維持していきます。トーンゼロです。9時ぐらいです。トーン真ん中です。トーンを3時ぐらいにしてみます。トーンマックスです。トーンもゲインもマックスにしてみます。はい、いかがだったでしょうか。
エフェクツベーカリークロワッサンディストーションですね。原因をマックスにしてもクランチっぽい感じだったので、歪みの前段において原因ブースターにしたりする使い方が個人的にはいいかなと思いました。3500円ぐらいで非常にリーズナブルですので、ぜひゲットして試してみてください。今日も見ていただきありがとうございます。これからもギターに関する動画を作っていくので、ぜひチャンネル登録お願いします。ひろしでした。